なんだか探検家のような気分だな。一体どこに繋がっているのか。はしごか。降りられるのか。すまん、今行く。最近開け放たれた跡があるな。出口が近い。警戒を怠るな。見ろ、ただの廃墟だったところに忽然と砂漠が現れた。侵害に侵され薄れていく意識の中、決死の思いでここに棺を作ったんだろう。干上がった塩湖が砂漠となり、わずかに残った沼地の風は強烈な潮を吹きつける。エヴァが生まれたのは不毛の地だ。どちらかが血の乾きを迎えたなら、残った方が人としての最後を与えようと誓った。エヴァはあの先で待っているのだろう。語りすぎたな。先に行く。ここから先は俺たち二人の問題だ。俺たちも行こう。どちらがいいだろう。これで行かない。と いいものだったか。ここから登れそうだな。
何か潜んでいるな。敵を見つけた。この先だ。宿り木だ。少し休憩するか。登ってみるか。少し観察が必要だ。この砂の塊も連結なのか。道に隠れながら進もう。こんな場所があると。やっと抜け出せたようだ。遠距離からも撃ってくるぞ。一面乾ききった死の世界だな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。あれははしごか。なるほど、慎重だな。広場から続く道はなさそうだ。行くか。こんなところで。この道、何かあるのか。
手ごわそうだ。こんな方法で自分の封印を維持できないなんて。ここから降りられそうだ。先に進むしかないみたいだな。今行く。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。すまない。今行く。残ってるか。侵入防止の仕掛けか。ここから戻れそうだな。どうする？先に進んでみよう。今日もよろしくな。
登ってみるか。いいものだったか。このエレベーター、そうだな。どうする？俺も点検するべきか。少し待ってくれ。そんなところに。
エヴァ。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。止めるな。俺は。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。ジャックと出会った時、
私はレブナントに飼われる諸事物たちだ。喉を潰され声を失っていた私を、あの人は何も言わずに引き取ってくれた。ずっとその恩返しがしたかったか。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら、たとえその結果人間を捨てることになって。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛む。眠ってしまっていたか。大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。自分を責めないで、ジャック。あなたは優しい人だから。私は後悔はしてない。でも最後にもう一度あなたのために歌いたかった。辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたはあなたの使命を果たして、命を燃やし運命の時が巡るまで精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。部屋で一人耳を澄まし、君は鍵の音待っていた。温めるたびにかすれ
エヴァ、エヴァが元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね。エヴァ、なんと言ったらいいのか。何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。ああ、もちろんだ。俺たちはこのままミドを追う。追うって、どこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的は、おそらく、クイーンの復活だ。そのために、シルヴァの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルヴァも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブラントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルヴァだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレヴナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ。
侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。